荒尾市立図書館には早速本を寄贈する人が訪れ、くまモンや地元の高校生が受け取りました。子ども図書館は熊本地震からの復興や子どもの成長を応援しようと、世界的な建築家の安藤忠雄さんがプロデュースするもので、熊本市中央区にある県立図書館南側で建設が進む施設では、絵本や児童書など蔵書1万冊を目指しています。なんか早口言葉の絵本を持ってきました、ね、あげた本をみんなになんか読んでもらえるといいなって思いで持ってきました。なお県立図書館では今年8月下旬まで窓口や郵送で本の寄贈を受け付けています。